しみ。それではバーチャル校舎見学スタートです。行きましょう。はい、行きました。でこれは学校、まあ、天気ですね。今日も天気ですけどね。あの学校ね、あの南森町、地下鉄の南森町駅から、はい、あの徒歩10分ぐらいです。10分ぐらい。あの JR でいうとね、桜の宮っていうね、近いですけど、あのすぐ隣にね、そう、セブンイレブンあるんですよ。セブンイレブン隣というかもう下にね、もうあるんですよ。あるんですよ。もうだからもうセブンイレブンのこのセブン売り上げはほぼうちの学生さん。そんなん言わんでね。じゃあね、こっちが困ったら、まあ、入ってました、入ってました。これ玄関です。玄関にはね、このね、バン、テレビ舞台美術コースがもう毎年こう、毎年というか作るこのオブジェがあるんですよ。セット組んでくれてるの。全部学生さんが作ってます。これ全部？全部。ちょっとね、作って。ちょっと待って。でね、あの授業で作ったりするんですけど、こういう季節に合わせてね、ハロウィンの時期とかはこういう、ね、変わってクリスマスのね、女子力半端ないな、女子力かなこれ。で7階に来ました。7階、これ7階、7階にホールにはこのドリームホールっていうね、はい、ホールがありまして、まあ、イベント、ライブイベント制作コースで教室で使ったりとか、はい、ね、あの音響とかね、まあ、照明の授業をやったりとか、ね、ホールが、え、7階にホールがあるんですね。7階にホール、一番大きいホールがあるんですよ。これ言っていいですか、ね、はい、窓があるから換気できます。はい、ね、まあ、こんな感じでね、こうやって授業もね、みんな楽しそう、してまして、みんな楽しそう。あのライブイベント制作コースはね、こうプロのアーティストを招いてね、はい、あのマンデーロックっていう授業もありますし、ね、そう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 、あとこういうオープンキャンパスもここでね、すごいな、これモニターめっちゃあるやん、ね、モニターめっちゃ 3つありますね。すげえ、はい、はあ、でね、実際に、あ、ちょっと待って、何これ、これマイドジャーニーっていう番組を、うん、この学校、そのここでね撮影してるんですよ。それさっき言わな、毎月ね、7階でマイドジャーニー撮ってんねや。しかもスタッフでね、こう入れたり、あとはこういう、あ、ちょっと待って、じゃあそのマイドジャーニー撮ってるスタジオでイベントやってるの？そうそう、これイベント、お笑いのね、めっちゃええやん、はい、イベント、これうちの学生さんね、お笑い芸人コースのね、の、まあ、竹下先生のね、こう教え子でもありますし、ね、関わってますね、これ、まあ、あとね、この学校ね、ダンス&ボーカルユニットね、チャウチャウっていうのがいるんですけどね、まあ、これライブしたりとか、チャウチャウすごいですね、台湾とかこれ現在の在校生ね、海外でもライブあるんですよ、チャウチャウ。見てください、レーザーもあります。レーザー来た、嘘。レーザーも使います。え、今レーザー入ったんですか。レーザーですよ。もう 本格的なライブをやる。すげえな、ね、まあ、で定期ライブとかもやっててね、お客さん実際にね、はい、チケット買ってもらって、はい、でまあこれ全部音響照明とかね、こういう全部は学生がやってる、学生さんが。え、レーザーも学生がやってる。レーザーも学生もやります。すごいな、今年から、ね、勉強します、レーザーね。すごいな、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、かわいいな、イベントも、ね、でね、このイベントホールの隣、うん、隣なんでしょう、これ、ね、楽屋っていうのがあって、はい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 、ね、楽屋ね、なんか文字書いてあるんですよ、これ全部サインなんです、サインなんですよ、さっきね紹介したゲストの方、こうお笑い芸人のロンスタイルさんとかね、もういろんな方が来たらサインしてくれるんですよ、え、マジで、ね、はい、これ来た、あの落書きじゃないの、落書きちゃうよ、落書きちゃいます、もうサインですよ、もういろんな、だから芸人さんね、さっき紹介した芸人さんもそうですし、ね、アーティストの方、まあ、8.6 秒わずか、懐かしい懐かしい、はい、とかね、あと、まあ、さっきね、クリープハイプ尾崎世界観さんとかね、はい、来られましたし、あとこのケミストリーの川端さん ね、はい、阿部真央さんも人気ですよ、阿部真央さん、ね、はい、まあ、これ来たらね、見れますのでね、もちろんね、はい、大黒摩季さん、天童よしみさん、天童よしみさん、見がバレるのよ、はい、うわ、すごいな、まあ、声優さんですね、はあ、並川大輔さん、大好き、並川さん、はい、大好き、かけらさんとか、カッキーさん大好き、はい、2014年って書いてますけども、カッキーは毎年来てます、ケンさんも、ね、毎年、ケンさんも毎年お越しいただいてます、はい、ね、でね、これ声優さん来てもらった時は、はい、在校生に、うん、授業をね、してもらってます、小野賢章さんもね、小野賢章さんもね、授業してもらってます、はい、すごいな、いろんな、で隣にね、こうやって、はい、学生サロン休 憩、ね、まあ、休憩できるスペースがあって、窓あるから換気できます、窓あります、換気できます、でね、これ窓外ね、景色いいですけど、ね、開校当初ね、この大阪城が見えてね、窓から、窓から大阪城が見える学校として夢だったんですけど、ちょっとマンションができて邪魔やな、ちょっとできちゃって見えなくなったんですよ、ちょっと待って、このくだりいんの、いります、いらんやん、全然、校舎見学してる時にここをこれ言ったらちょっとウケるんですよ、ウケへんよそれ、ほんまって大阪城見えたん、あんまりなんかこう来た来た、あ、これ隣、はい、隣、はい、メイク室、ね、メイク&スタイルスコースありますかって質問あったから、ありますよ、あ、ありますあります、ここです、ここです、まさに今やってます、本格的、実際ね、このヘアメイクアップアーティストとかね、はい、やってますし ね、まあ、メイクもそうですし、ヘアとかね、そうです、タレント系の学生さんがね、こうオーディションとか出るときは、うん、メイクさん、メイクの学生さんがこうね、携われるメイクしてね、これはすごいよ、はい、あとこのね、これウェディングドレスあるんですけど、この紫のやつね、あ、ドレスね、これね、マイドジャーニーっていう番組で、実はあの、
なにわ男子のね西畑大吾くんがこれマジで来ました。来たやつ、来たやつです。まだあります？まだ今あると思います。うわ、はい、そんなんちょっと触りに行こう触りに行こう、はい、まあ、そんなんもねあったりとか、ね、はい、スタイリストの学ぶコースでもありますからね。素晴らしいです。でね、6階に行くんですけど、まあ、階段にもねこうやって学生さんが携わってる映画だったりね、はいはい、あのスタッフで入ってるこのエグザイルのツアーとかも卒業生が今、そう、ただ嬉しいから貼ってるだけじゃないですよね。そうそうそう、関わってるものが、で、まあ、これ卒業生ね、の声優のね竹内くんの作品配給出てます。でこれさっきねラスペディア、そう、はい、スマイルさんね、さやかさん、ね、出てますし、ここは次どこや、はい、これ6階に行きます。6階行きました。6階605教室ですね。605これはまあ映画ドラマ制作コースの、うん、勉強する教室でございまして、まあ教室にもねこうやって学生さんが携わった、これも全部携わったやつ、銀魂もそうですし、ハイアンドローも、ね、学生さんスタッフで入らせてもらいました。何これ、まあ、こんな感じでね授業やってます。ちょっと本格的に、まあ、映画ドラマ制作コースなので、はい、やっぱりもう実技メインですね。はい、実際にまあこうやってね機材の触り方とか、ね、まあ、基本的なことを最初に学んで、ある程度やったらねもう自分たちで作品作っていきます。年に何回か、ね、特別に、ね、来てもらう先生とかも、技術持った方が来てくれたりとか。でね、これ卒業生がね実は在校中に作った、ひなっていう作品映画ね、が実はこの東方シネマズ学生映画祭でグランプリを取って、マジで、あとこのロボット賞というのをダブル受賞したんですけど、ね、これもう本当に大学の映像研究部とか全部いろんな200作品の中からグランプリ。純平君やん、これ吉岡君卒業生、そう卒業生、彼あれですよ、この後この卒業してあの有名な監督のこうチームに入った。そうそう、今も頑張ってくれてますね。あ、まあ、こういうね大学中に賞取ったんや、はい、彼は。そうなんですよ。すげえ。で、これまだ実はね公開してない映画なんです。鬼ガールっていうね、これから公開する映画なんですけど、これ実は学生さん、はい、これにも参加させてもらってて、はい、であとは俳優コースのね、俳優コース学生さんが出演もさせてもらってます。出させてもらってます。はい、ね、素晴らしい、はい、次5階ですね。5階、これ5階はアニメーション制作コースの部屋、501教室に。アニメーション制作コースの 5階、はい、はい、あの姉妹校のね大阪アニメ声優&e スポーツ専門学校のコースなんですけど、まあこうやってね実際にアナログからデジタルまでね勉強できるねアニメーションのコースになっております。まあ、あとね先生とかにもすごい方が来てくれてまして、はい、あの君の名はって知ってます？知ってますよ。君の名はのアニメーターの方とかもね月に1回ゼミをしてもらってるんでね、はい、そんなんあるんですか？そんなんあるんですよね。うわ、あと隣がねこれ502教室で漫画室です。漫画がだらけ、漫画だらけです。すごい、ね、鬼滅の刃も買いました。入りました、ね、入りました。約束のネバーランドは、約束のネバーランドは入ってないです。あ、入れて、もうそれも、あれ面白いですね。ジャンプでね、入れましょう。すごい、ジャンプもあります、はい、うわすげえ。あとここはね、あの漫画家とかね、はい、あとはノベリスト、小説家ね目指す方が勉強、はい、普段勉強してる。でもその世界に浸れる感じですね。もうこの部屋がね、はい、僕のこれおすすめの漫画ラフ、ね、ラフ、いや一巻あれへんやん。一巻、あ、ほんまや、ほんまに誰か持ってたよな。ちょっと持ってた。足立みつるさんのねラフっていう漫画なんですけど、これぜひ見てください皆さん。めちゃくちゃいい漫画です、ねね、タッチとか書いてる、ね、タッチとか H2 書いてる足立みつるさんの作品です。すごい、ね、でまたお隣これ503教室ですね。503教室、はい、こちらはコミックイラストコースの学生さんがこう勉強する部屋で、まあ、結構ねもう壁とかにも、ね、学生さんの作品とかがねもうこうかって、やっぱこうね先生との距離が近いっていうのはねこの学校の魅力でもあります。丁寧でね優しい先生多い、はい、もうめちゃくちゃ丁寧に教えてくれます。しかも皆さん現役ですからね。そうですね、現役の講師の方が来てもらって、ね、すごいな、はい、まあ、色とかはねもうほぼほぼ今コンピューターでパソコンでねやってますけど、これなんですか？これね学生さんの作品がね、うん、東京モーターショーというイベントでね、知ってるよ東京モーターショー、はい、実際に使われました。あの右の 3人のね、へー、はい、すげー、まあ、こういう実際に企業と一緒にやってるね、はい、プロジェクトなんかもあります。これどこの部屋ですか？これ5階のねパソコンルームっていう部屋で、ちょっとすごい救急車やな、救急車大変、救急車、はい、ね、パソコンルーム、これパソコンルーム、全部 Mac やん。そうです、全部 Mac です。でこう映像編集の授業とかデザインの授業とかね、はい、あとはこういうワードとかエクセル、はい、ね、まあ、社会人として必要なんで、まあ、こういう授業もね、うん、普通にやってます。へえ、マック、はい、すげえな、ね、これ CG とかね授業で編集ソフトも入ってるのでね、はい、素晴らしいですね。あと隣これ、これ何、今年から新しくできました e スポーツのプロゲーマーの部屋ですね。こっちはね詳しくは大阪アニメ声優&e スポーツ専門学校の、ね、夕方ね、夕方の方で説明したいと。4時から行きましょう、はい、これめちゃくちゃゲームやってると思います。でこれ隣、これラジオスタジオですね。ラジオスタジオもある、ラジオ番組制作コースっていうのがありまして、ね、まあさっきも言いましたが近くに FM802 にありまして、から DJ のね、先生も来てもらってたりとか、すげえ、あと奥にねこういう DJ ブースね
がありまして、ここでね実際にあの DJ& アナウンスコースというコースもありますので、まあこう実際にラジオ番組収録したりとか、あと卒業生でね802の DJ のトヨタほのかさんね、今番組持ってめちゃくちゃ頑張ってくれてます。卒業生なんですよ、はい、在学中にレギュラー決まった、はい、そうです。あと川口さんもね、川口さん FMO で実際に卒業してすぐもうレギュラー決まってますしね。決まってた、はい、あの小早川君もね、あそう小早川秀樹さんもね、朝帯でやってる。もう一つね、これ実はあのレコーディングルーム A っていうね部屋でございまして、ね、まあ、主にこのレコーディングメインでや、はい、やったりこんな授業ね、ボイストレーニングの授業とかもねここで歌えてもここでできんねん。そうですね。でこれカラオケが入ってるんですよ。ね、すごい。ジョイサウンドが入ってます。ちょっと待って、横にお金入れるとこあるけどこれ取らないですよね。取らない取らない取らない、学生自由に使います。飾り飾り。だこれね、休み時間とかみんな普通にカラオケするんで。マジで。ちょっとしたカラオケルームになったりもします、ね。めっちゃええやん。でこちらはねまた別のレコーディングスタジオですね。レコーディングスタジオ。主にあのアニメ声優コースの学生さんとかがね、これアテレコでね、授業で使ったりとか。すごいな。本格的やな。本格的にあの実際にね。こうやってアテレコの、ね、授業あったり、宮村先生っていうね、あ知ってる、宮村さんやん、はい、コナンのね、あのカズアちゃんの声の先生がエヴァンゲリオン、そうそう、エヴァンゲリオンもね、アスカラングレイもね声してます。先生がメインで来てくれてます、ね、いやこんな授業受けたい。実技で隣にね、コントロールルームっていうのがありまして、そのアニメの、ね、声優さんが、はい、あの声をね入れたやつ をこう編集したり、音を入れて、アニメに音を、ね、つけたりする、このアニメスタッフコースっていうね学生さんのが勉強してる部屋ですね。すやりたいな、はい、それはい、もう一個ね、隣にこうやってね、今日レコーディングスタジオがあるので、レコーディングスタジオ A、B、C と3つあります。声優さんお越しいただいて特別講義とか、あとはここで ね実際にやったりもします。一番奥にね、これ何ですか？これエディットルームって言いまして、エディットルーム、ね、いわゆる映像編集の部屋ですね。はい、まあ、これ実際に編集専用の部屋です。ほー、ね、何このメカ？これはね、実際に今ってね、もう言ったら、はい、昔みたいにね、はい、カセットテープにね入れる時代じゃない、入れなくて、もう全部データなんですよ、はい、今映像収録ってね、はあ、はい、これ映像を撮って、うん、もうね、もうこのサーバーにこう貯めといてすぐに編集ができるっていうね、そういうシステムです。これは何、ここは何、これ3階にやってきました、3階、ちょっと慌ただしいなこれね、3階、これあのダンススタジオ、全部3階はもうダンススタジオが全部です。何部屋あるんですか？4部屋ありまして、4部屋ある、はい、ガラス張りで、まあ、もちろんこういうダンスの授業もそうですし、 あと俳優コースのね、こうやって演技の授業もそうですし、縦もやって、縦も縦アクションとかね、楽しそうやな、みんなこれ。でこれ芸人のね、ネタ見せの授業とかも、ネタ見せもこのスタジオでできる、贅沢やな、はい、廊下ちゃうねや、ネタ見せ、はい、で次2階に来ました、2階が僕らが今昼フロアが、ね、2階になって、今やってる ねスタジオがこの2階にあって、ね、で2階にはね、この教務室っていうのがありまして、はい、まあ、各コースね、担任の先生がいるんですけど、はい、これ皆さん勝手に入れないです。なんでアップしたんこれ、なんで、はい、ちゃんと指定しますって入らないと怒られますよ、ね、セキュリティがちゃんとなってるよってことですよ。で隣にキャリアセンターっていうのもあって、しらっと出てたで、今、はい、出てました、はい、でこういう求人票とかはね、もう常に来るので、めっちゃあるから、求人めっちゃ来ます、求人票はね、だから来年このね流れで不安になってる子おると思うんですけど、求人めっちゃあるから大丈夫やね、こうやってね実際に調べたりとかはね、はいはい、でさあ来ました、1階のテレビスタジオでございます。来た、これすごい広いな、これ広いです、まあ、ここでね主にテレビ番組制作コースとか技術コースの学生さんがこうやって、これ実際にテレビ番組制作っていう授業のね、もう本気やん、一コマなんですけど、うわ、実際に照明とかねちゃんと作って番組、ね、自分らでこれ照明も、そう、自分らでやって、企画からもね全部自分らで考えて、うわ、タレントさんの代わりに立ってんのも、そうそう、みんな、まあ、こうやってね指示出したディレクターのねコースの学生さんですけど、すごい、ほんまに本格的なんですよね。ちなみに言っていいですか、はい、テレビスタジオやのにこの部屋も換気できます、すごいじゃないですか、ね、だからで上の部屋、はあ、コントロールルーム、これこちらですね、はい、がありまして、これまあ指令室みたいなところなんですけど、すげえな、ね、まあ、あの下のねスタジオのカメラマンに指示出したりとか、はい、ね、音声のね、はい、音出したりとか音収録したりするはここで全部やります。すげえな、ね、これテレビ番組さっきのね、授業でもこうやって実際に学生さんがここに座って、ね、はい、指示出して、ね、やってたりもしますね、うわ、すごい本格的ですよ、はい、もうただ実技ね、実習メインの学校でございますのでね、